こんにちは、柳田理香夫の1日1科学。風邪をひくと熱が出ますよね。風邪はウイルスが起こす病気ですから、熱もウイルスのせいで出るような気がしますが、実は違います。血液の中には白血球という細胞があります。白血球はウイルスを食べる力も持っていますが、血液の中でウイルスが増えてくると発熱物質という物質を作ります。それが血液の流れに乗って脳に届くと、脳は全身の細胞に蓄えたエネルギーを熱に変えなさいという命令を出します。こうして熱が出てくるわけです。ウイルスの多くは熱に弱いので、体温が上がると数が増えるのが止まったり、逆に数を減らしたりします。こうして風邪は治っていくわけですね。ですから熱が出たら静かに寝ていましょう。それがウイルスと必死に戦っている自分の体を応援することになります。今日の一日一科学。風邪をひくと体は熱でウイルスを攻撃する。この熱を食らえヒュルリー、この熱を食らえヒュルリーというわけですね。人間の体よくできてるな。また明日。